はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、マクドナルドのビッグマックセットのナノブロックです。2016年4月3日本日発売のナノブロックのこのマクドナルドのセット、はい、これをですね、えしんくんとうちの奥さんが早速買ってきてくれました。はい、ありがとう。はい、こちらですね、マクドナルドとナノブロックのコラボ商品ですね。はい、リミテッドエディションコレクターズキットというふうに書いてありますね。はい、こちらですね、数量限定の商品になっております。はい、なのでなくなり次第終了みたいですね。はい、で早速開けていきましょうか。はい、おとと開いたドリンクから、ハンバーガー、ポテト。はい、こちらがまずビッグマックですね。はい、ナノブロックだ。うん、うん、ただし、ちょっと違うんですねこれ。うん、くっついちゃってます。はい、外れないんです。うん、残念だよね。ねえ、ちょっと残念だねこれはね。びっくりしちゃった。組み立てるのかと思ってさ。そうだよね、思ってたんだけど、最初からくっついてて、それを説明書見て組み立てるのかと思ってた。そうだけど、これはもう出来上がったものですね。はい、はい、そしてこちらがドリンクですね。はい、これを見ればね、もう一目瞭然ですね。うん、なんでかというとね、これ、うん、全部くっついちゃってるんだ。うん、一つのパーツになってるんだ、この辺とかがね。うんうん、だから全然違いますね。はい、上のストローなんかもこう丸まってるし、うん、違うよね。うん、ちょっとナノブロックっていう感じではないね、ここね。うん、そしてこちらがポテトですね。はい、うん、これもね、ナノブロックっぽい、すごく。うん、いかにもこういう、ただこういう付き方多分しないよね。うん、あのね、これに使ってんのは赤いナノブロックと黄色いナノブロックだけみたいになってるんだ。そうだ、みたいになってるね。うん、下はこういう感じでナノブロックのパーツみたいな感じになってますね。うん、これ実際に普通のナノブロックのパーツ付けられるのかっていうところがちょっと気になりますね。はい、やってみようか。はい、はい、ではうちのナノブロックの余剰パーツたくさんありますので、はい、それをちょっとはめてみようか。はい、はい、ではやってみましょうか。まずこのね、パーツがはまるかどうか。はい、あ、はまんない。全然大きさが違う。うわー、あ、残念。もうこれ専用なんだね。あ、ここにもはまらない。うわー、ちっちゃいのは、あ、これもはまらない。飛び出しちゃう。これもはまらない。ドリンクにこれちっこいパーツつけてみる。うん、ほっら、やっぱ無理だね。うん、一瞬はまりそうだけど飛び出してきちゃうか、跳ねちゃうのが。そうなんだ。だこれはもうオブジェとして、はい、フィギュアとして飾るしかないかな。はい、あ、だからこの元あったこのケースに入れて、うん、箱に入れて飾っておきましょうか。はい、はい、はい、ということで今回はマクドナルドのビッグマックのセットのナノブロックでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。今日発売なんで、できれば今日出したいなと思って出してみました。はい、はい、他のパーツをつけられないとか組み立てられないとか、うん、そういうのがなくてちょっと残念でしたね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。あと美味しそうだなと。美味しそうって思うかなこれ。わかんないね。でも飲みたくなっちゃうからね、ドリンクは。あ、そう、うん、そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。